トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。5月7日日曜日の朝です。今日は1年間待ちに待ったジャパンカップとグランドナショナルの持ち寄り日になります。天気予報では朝から雨という方出てましたけど、まだ小金井は曇りで雨の降る気配はありません。今日一日曇り空で終わってほしいなと思いますけども、雨が降ってないのはこの辺だけのようです。ただいま7時10分になりました。普段よりも餌あげる時間1時間ぐらい早いんですけども、食べた後すぐに持ち寄りというのは良くないなと思いまして、ちょっと早めの給餌をしています。青丘と若葉とこれだけの数がいるのは今日が最後。今日はグランドナショナルに4羽、ジャパンカップに4羽、8羽の青丘が出かけます。残った若葉としっかり留守を守ってほしいなと思います。今日の持ち寄りも西武蔵連合会さん、多摩中央山手連合会さんという形の段取りで行います。今西武蔵連合会さんが時計のセットをしているところです。持ち寄り場所に着きましたら雨がポツポツ降ったりやんだりの状況で、今日は資材置き場の中での持ち寄りを行ってます。中はちょっと狭いんですけども、雨に濡れないようにということで、工夫しながら持ち寄りを行ってます。最初はジャパンカップ、ジャパンカップ終わってからグランドの持ち寄りを行います。西武蔵連合会さん多摩中央順調に終わりまして、最後山手連合会さんの持ち寄りになります。この頃になりましたらば雨がポツポツ降り始めました。それほど激しい雨じゃないので、かっぱなしでもいられるような状況です。なるべく濡れないところで集まって打ち合わせを行ってます。持ち寄りも順調に終わり、首都高速もガラガラですね。すごい空いてまして、あっという間に日本ハトレース協会の集合場所に着くことができました。到着しましたらしばらくしまして、稚内へ行くコンテナ車も到着してます。予定時間よりもだいぶ早い時間に到着です。12時40分、予定時間よりもだいぶ早い時間にジャパンカップへ行くコンテナも到着しました。雨がだいぶ強く降ってきましたので、ビニールシートをかけて鳩が濡れないように、作業がしやすいようにということで準備をしてます。狭い場所を有効に使いながら、鳩にスタンプを押してコンテナに収納しました。これでコンテナ終了、終了です。高級車に積み込んだ鳩、無事全休、東京に帰ってこいよという願いを込めて見送りました。高級車は次の場所でまた積み込んで目的地へ向かうことになります。さあ次は稚内グランドナショナルレースのコンテナに鳩を積み込みます。ずっと待機していただいた高級車、指定した場所に到着です。雨がだんだん強くなってきまして、風も出てきました。いやー、持ち寄りとしては大変な日の持ち寄りです。稚内グランドナショナルに参加する鳩も羽にスタンプを押してコンテナに収納です。グランドに参加する鳩は比較的少ないので、作業としてはそんなに時間がかかりません。ただ雨が強くなってきて本当に大変です。作業している方、皆様カッパ着てますけども、それでもびしょびしょです。高級車に鳩を積み込み、次の目的地へ向かって出発しました。雨の中本当に大変です。お疲れ様です。よろしくお願いします。国旗館期待してます。いってらっしゃい。昨日と今日では天気図が随分変わってきました。これは5月11日の放給予定日の天気図です。この天気図を見る限り、放給予定日の放給はちょっと難しそうですね。これは5月12日放給予定日の次の日の天気図です。高気圧が日本
にドーンと張り出していて、北海道から九州まで晴れですね。昨日は北海道沖に低気圧があったんですけども、その低気圧も今回は消えてます。天気予報でも稚内の天気が良くなってますので、この日はやはり数年に一度という恵まれた気圧配置の日になりそうです。ただし1日放球延期した場合ですね。この天気図は5月13日の天気図の予報になります。高気圧は太平洋の方に移動しましたので、この日は南風が吹くと思います。午後には南風が強くなりそうですね。まあそれまでには鳩は帰ってきてると思いますので、翌日の早朝から鳩の帰りを見ることができると思います。これから天気予報は変わってくると思いますけども、このままっていう感じですね。この調子でなんとか12日の天気がキープできればいいなと思います。もっちょりが終わり、今ほっとして、なんとなく体がだるいなっていう状況です。あとは鳩の帰りを待つだけ。元気な鳥の姿を12日には900キロレースで、13日の朝には1100キロレースで見たいものです。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。